スナボーはデンマークの南デンマーク地域にある町。スナボー市の市長所在地並びに最大の町である。人口は27,304人。ドイツ語名はゾンダーブルク。町内にはスナボー城やデンマーク陸軍の軍曹学校、サンビアウ屋敷がある。中心部のスナボー城には地域の文化や歴史に焦点を当てた博物館が併設され、 年中公開されている。サンビエアウ屋敷は歴代のスナボー校が代々所有していたが、1954年にレーベントローケからオーフス大学に寄贈された。また、アルスワンの中ほどには1906年にドイツ軍が築いた城のようなかつての兵営があり、陸軍の士官学校に利用されている。スナボの旧市街はアルス島にあるが、本土のユトランド半島側も、 デュベルトリであたりまで市街が広がっている。砂棒は、狭愛なアルス海峡の両岸に築かれた町である。1978年から1981年に建設されたアルス海峡大橋と、1925年から1930年に建設されたクリスチャン十世橋の2本の橋が架かる。1864年の第二次。 シュレースビヒホルシュタイン戦争までシュレースビヒ公国領であったスナボーの歴史は正確にはシュレースビヒホルシュタインの歴史に帰属する。北シュレースビヒのデンマークへの割譲が決まった1920年の国民投票では市民の43.8%がデンマークへの割譲に56.2%がドイツ残留に票を投じた。 航空会社のキンバースターリングが本社を置いていた南デンマーク大学のキャンパスがある。ありがとうございます。